どうも、こんばんは、エヌムです。今回は魔界ウォーズ、20万ダウンロード突破ということでですね、無料10円ガチャが来ているので、今回はこれを引いていきたいと思います。もちろん狙うのは、前回引くことのできなかったフロンですね。さあ行きましょう。まあ、やっぱここで金のブレッドが出るかどうかで、まあ、やっぱあれだよね。来い。来なかったんだけど来なかったんだけど、こっからさ、核変とかある。覚醒、さ、覚醒、こっからさ、核変とかないのかな。めっちゃ覚醒る。結構持ってんのか俺キャラ。最近は魔石とか防具とか回って、あね、第7層がなんか強くてまだ勝てないような気がするんだけど、ラハールばっか強化してたら、まあそうそうなるよな。また10連ガシャで爆死は嫌なんだけど、あのね、これ SSR じゃねえわ。あ、来た、星3、ウヌト。まあ、確率的には 8% ぐらいあるのかな、最高レアリティが。すごい高いんだけど、まあ、その高い分、なんかそのあれだよね、10連で来なかった時のダメージがでかいよね。火か、火はラハールがいるからな。はい、ということで、20万ダウンロード記念、無料10円。皆さん、結果どうでしたでしょうか。よかったら、ガチャ結果、コメントに残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。